アルデュイーノの R4 ミニマが発売されました。早速開封して遊んでみます。およそ12年ぶりとなるアルデュイーノ主力製品のメジャーアップデートです。従来モデルの R3 と比較しながら見ていきましょう。まず目につくのが USB コネクタ、今時のタイプ C になりました。全体的に部品点数が減って基板はすっきりした印象です。ピンソケットなどは R3 と同じ既存のシールドとの接続互換性を考慮しているようです。最大の変化点は搭載マイコンがルネサス製になったこと。従来のアトメルの AVR から車載用にも使われる R4M1 シリーズになり、まあ詳細は省きますが速くてパワーアップしました。他には SWD と書かれた実品端子が追加されています。外部のデバッカーを接続して実行中に変数の中身を確認したりいろいろできるらしいです。 DC 入力が 12V から 24V にアップしているのも大きなポイントです。工場などで IoT 用マイコンボードの需要が増えていることを意識したものでしょうか。ちなみに DC-DC コンバータもルネサス製です。 40V まで入力可能な結構強いやつです。実は基板にちっちゃくプラスとマイナスが書かれていますが、実際に導通しておりテスターを当てると電圧が確認できます。新機能の HID サポートを試してみましょう。 USB キーボードやマウスとして振る舞うことができます。新しく搭載された DAC に関してはまだあまり使いこなせていないです。さてアルデュイーノの R4 ミニマについて簡単に見てきました。既存のシールドやプログラム資産がそのまま使え、変わりつつも変わってない部分が最大の魅力でしょうか。日本未発売の Wi-Fi 搭載モデルも楽しみですね。入手したらまたレビューしたいと思います。皆さんもいろいろ試してみてくださいね。